パンがここに一つあるとする。二人の飢えた人にそれを与えたとしよう。彼らはそれを分け合うだろうか。または独り占めしようと殴り合うだろうか。まあどちらにせよ、二人だと話はシンプルだ。パンはどちらかの胃袋に収まるか、どちらの胃袋にも収まるか、はたまたどちらの胃袋にも収まらない、そのいずれかだ。ではそれぞれ飢えた人間が100人いる国が2つあったとしよう。パンは100個、パンを作るための小麦の種が100という方が想像しやすいかもしれない。2つの飢餓に苦しむ国、100の小麦、それ何が起こるか想像がつくかい。多分普通はこうなるんだ。いた、こっちだ。アブダクターからシビリアンの反応を感知しました。シビリアンを奪還してください。テメキアスマスターからシビリアンを救出し、護送機まで搬送してください。相手してやるよ。遊軍快適、戦闘が始まっています。地球、応援に向かってください。敵、発見、速やかに排除してください。友軍がドラッグランを仕掛けています。援護行動を提案します。敵アブダクター一時的に無力化、追撃を提案します。新たなシビリアンを確認、救出し護送機へ搬送してください。敵アブダクター追跡行動を開始しました。注意してください。もう蘇生しました。ボランティアに復帰してください。遊軍快適、戦闘が始まっています。至急シビリアンの搬送を開始します。奪還すべきシビリアンはまだ残っています。奪還すべきシビリアンはあと2人です。新たなシビリアンを確認、救出し護送機へ搬送してください。
なシリアンを奪取。護送機へ搬送しています。シリアンを奪還してください。なんかしても、追撃を提案します。シリアンを搬送してください。敵アブラクター損壊率 70%。 友軍が不安定を成功しました。保証局管理部へ報告します。資源や戦闘のアイテムを生産局へ納品することでより多く恩赦が受けられます。民生委員からの定期報告です。第7階層のトガビトセルゲイさん、先月の貢献が全てのトガビト。 BT 法の違反を確認。刑期を加算します。BT 法の違反を確認。刑期を加算します。